さて、行きますか。はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はドラゴンクエストビルダーズアルフガルドを復活せよ、やっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。首相ラダトーム編続きからですね。さあやっていこう。前回ね、ちょっと食堂を、きれいに作り直しましたよということでね、まあエルさんに料理頑張ってね、作っていってもらおうかなというところなんですが、まあちょっとね、動画外でそのうち2回作ろうかなと思って階段だけ置いてみたというとこもあるんですが、まあこの辺ね、ちょっと床とかも含めてきれいに作ろうと思うと、ちょっと石とかが足んないなと思ってね、まあそれはそれでまた裏で集めていこうかなと思いつつ、今回はね、最後の3人目の三賢者ですね、おそらくアメルダさんかなと思うんですが、マイラガライア編からね、一人来てくれると思うので、まあちょっとね、やっていこうと思います。でね、こっちでね、寝れるように部屋にしたんだけどさ、トロルにぶち壊されちゃってさ、ここちょっともうちょっと丈夫な素材がないと、ここもね、ちょっと軽くね、寝泊まりできる感じにしようかと思ったのに、うまくいかなかったなという感じですね。で、ちょっと、今回の目的地こっちなんですが、まあそれより前にね、砂漠のあたりね、少し、ガラス欲しいかなと思って砂集めたりしてたんですが、ちょっと石もね、欲しいんだよね。この辺ね、ちょっと綺麗にしたので、まあ、オリハル君とかもね、魔法の玉、もうちょっと集めたらね、この辺、後で回収しに来ようかなと思ってたりは、するんですよね。なんかここはね、氷が張ってたり、砂漠があったりしたところなんですが、まあちょっとね、裏で掘り進めてみましたという感じかな。さて、そんなわけで、まあね、ちょっと、裏で進めてた作業を軽く見せておいて、まあ、ここからね、改めてやっていこうと思うんですが、まあ、あともう一つはね、これかな。なんかあそこにね、気になる建物があったので、周りをね、少し、清水で浄化してみたので、まあ、ちょっとついでにね、ここも通っておこうかな、みたいな。感じで、まあ、今回の目的地ではないんですが、まだね、三賢者、みんなね、ラダトームに迎え入れたとしても、まだここでやることありそうだな、みたいな、感じなんで、ちょっとここなんだろうな、という、の気になっているよ、という感じかな。なんか書いてあんね。世界の半分。あれ？これ何？勇者がいるってことか、これ。世界の半分もらっちゃったってこと？ちょっと看板はね、見ないで周りぐるっとね、探索してただけだったので、これあれだな、中に勇者いるんじゃない？という感じですね。これもしかしたらさ、竜王、こっちがラスボスだったりするかな？こいつを倒すと、綺麗な勇者になって、そいつが竜王を倒しに行くみたいな、そういう可能性もあるかもしんないね。まあ、とりあえず、そんな、まあ、今後の展開に関してはね、ちょっと、そういうこともあるかもしれないし、そうじゃないかもしれないと思いつつ、まあ、今回の目的地にそろそろ向かおうか。この橋の上なんだね。オッケー。じゃあ、ちょっと、夜になっちゃったから、ゴースト出てくるんですが、まあ、いっか。このまま行こう。
ね、ここかな。はい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 。まあ、ちょっとね、いろいろ攻撃してくるやつもいますが、ここですね。お、モンスターを倒せ。ちょちょいちょいちょい。まあ、夜に来るとね、ゴーストもいるから、お、メイダだけは、おっとやっぱり、あれだね、アメルダさんだね。ちょっと待って、ちょっと待って。これまず、周りのメイダを退治しましょうか。お、大砲あるじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。まずゴーストた、ちょっと呪文がやばいっていうか、アメルダさんがめちゃめちゃ攻撃されてるけど大丈夫かしらっていうね。ちょっと待って、話しかけてみようか。うわー、キャー、そうそうそう、そこのあんた、すまないけど、ちょっと手を貸しておくれ。私は目ん玉が一つで腕がうねうねした魔物が大の苦手でね。そうそうそう、そこにある魔法の大砲で辺りの魔物どもをぶっ倒しておくれ。なるほど。おっと、ちょっと待って。ちょっと待って。一回回復しよう、薬草。メニュー開いた方が止まるから。ちょっと待ってくれ。しっかり回復して、おっと、目の前に来てるよ、アメルダさん。はい、オッケー。ほい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 。さあ、そしたら、大砲使えと、いて。まあ、大砲ぶっ放しましょう。はい、オッケー。よし、倒しましたね。あとは一回壊して向きを変えると。いや、痛い。魔法の大砲ゲット。で、ちょっと待って。あ、大砲回収しちゃったから、あれか。どこにある？これですね。いて。ちょい。ちょっと待った。すごい攻撃飛んでくるじゃん。っていうか、ここまで来たら殴るわ。あ、でも結構硬い。オッケー。倒した。さあ、あと2体かな？危な。ちょっと待って、大砲がさ、オッケー。ただ攻撃がね、激しくて、オッケー、よし。これで、倒せますね。ほい。オッケー。で、大砲回収して、次はこっちか。オッケー。いて。ちょっと壁が、全然防げてないし、しかもお腹空いてくるという。はい。ちょっと待って。一回回収して、あれ？ちょっと待った。一回回収するでしょ？で、空腹で倒れそうになってるから、これがね、空腹度 10% 回復、HP も10回復、豆乳食べましょう。豆乳食べて、で、一回かわす。ちょっと待って、魔法使いあの位置が悪いな。これ壁壊さないと大砲、あ、まあ、大砲撃って壁壊せばいいか。ほい。おお、そっち来るんかい。じゃあ、殴るよ。はい、オッケー。なんか、ロロンドさんとかエルさんに比べて、すんなり、解決しましたね。オッケー、じゃあ話しかけてみましょう。おー、メイダたちを倒してくれたんだね。あんたなかなかやるじゃん。あんたはジャンゴ。あんたどうしてこんなところにいるんだい。ん？ルビスの導きで集まった三賢者を迎えに来ただって？ははは、バカ言ってんじゃないよ。私の顔が賢者って顔かい。まあいいさ、実はね、あんたのために持ってきた大切なものが、魔物どもに奪われちまってね。その魔物は、きっとこの先にいる。さあ、私と一緒にぶっ倒しに行くよ。あ、これからか。なるほどね。太陽の石を無事に取り返したら、あんたの町まで連れて行っておくれ。
ジャゴ、なんだか懐かしいね。久々に一緒に人暴れしてやろうじゃないか。なるほど、なるほど。アメルダさん、仲間になりました。OK。で、目的地は、あーはー、なるほどね。この橋みたいなやつの中があるわけだ。そしたら、大砲ね、ちゃんと持っていきましょう。さてさて、宝箱、これは？開く。おー、そういうこと。まあ撃ちましょうか。あれ全然大砲が当たらない。まあまあまあ、一匹ずつしっかり倒していこう。奥にもいますね。まあでも普通の骸骨なんで、殴ってればゴリ押しでも OK かなと思ったけど、38まで食らってる。ちょ、ミミックがね、ダメージ大きいかもしんないから、一応一旦回復しましょう。さあ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 、あとはぶん殴って、またお腹空いてるけど、よし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 。魔物たちの持ち物の中に見覚えのあるものが入っていた。太陽の石を手に入れた。をゲットした。大砲はあんま関係なかったな。さあ先に進めようって言ってるけど、まあお腹空いてるので、パンでも食べておきますか。OK。この辺のブロックは、持ち帰れないのか。あ、顔だけもらえる。顔もらっていこう。OK。あ、これももらえそうかな。魔物の床飾りももらっていきましょう。これは？あ、壊せないか。一応でも明かりは持ち帰れそうだね。この辺もちょっと壊せないか見てみるけど、ダメですね。さあ、じゃあ戻りましょうか。そうね、他に回収できそうなものはないので、キメラの翼で帰っちゃいましょうと思ったけど、これ上になんかあったりしないかな。ないか。ないね。あ、でもあそこになんかあるな。ちょっとあそこだけ寄ってから帰ろうか。あ、でもなんだろう、あれ本当に反対にもあるな。でもちょっとあれか、あそこまで行くの大変か。落ちてもね、そんなに、ちょっと待って、今ね、一応この鋼のグリーブあるから、落ちてもそこまでのダメージにならないような気もするんだよね。あ、そもそも安全に降りれる。マグマのダメージはあるけど、ちょっとこっち見ていってみようか。アメルダさんがついてくるかはわからないけど。OK。ちょっと待って。土。土あった。あれ？でもこれが壊せないか。何なんだこれ。ちょ、中になんかあるかこれ。大砲だったら壊せる。大砲だったら壊せるのであれば、ちょっと壊してみたいかなと、思うんだけど。あ、壊せるね。オッケーオッケー。あ、でも何があったかわかんねえ。しまった。大砲で壊しちゃうと、宝箱のな、あ、命の木の実か。使っとこう。OK。じゃあ多分反対側も命の木の実なんじゃないかなということで、こっちも回収してこようか。ちょっと回り道だが、
そしてアメルダさんとはぐれてるけど、キメラの翼で戻ったら、ちゃんと来てくれるんだろうかっていうね、ちょっとそこも気になりますが、まあでも回収先にしちゃおうかな。アメルダさんあれかな、下に降りてない説もあるか。さあ、よいしょ。ああ、またお腹が空いている。ちょっと待って。ヒットポイントが減っているので、豆乳でちょっと 10% 回復しておきましょう。そういえばあれだな。ラダトーム編ではまだこのマグマブロックもゲットしてないっけ？あ、したな。なんか確認でしたんだっけ？まあいいや。オッケー。ここに来たら、また土ブロックか。土ブロックで、登りましょう。OK。そして、大砲ですね。あれ？大砲が、またどっか行った。あれ？ちょっと待って。なんで大砲、あれか、回収するたびに、中に入っちゃってるけど、まあいいや。ちょっと宝箱壊さないように、この辺で壊そうか。あ、オッケーオッケー。宝箱の中身は何でしょう。お、今の何？鉄のインゴット？別にいらないんじゃないかみたいな感じもするけどね。で、これまだ壊せないみたいなんで、もうちょっと強い金槌ゲットしたらまた来ようかなという感じですね。あれ、ちょっと待って。マジでアメルダさんがいないけど、なんか、はぐれたみたいなマーク出てるから、これ、このまま戻るとダメだな、多分。ちょっと待って。あ、でも、一回キメラの翼で戻って、それから、旅の扉行くとね、入り口にいたような気がするので、前の時ね。お、ちょっと待って、違う違う。これですね。まあ、キメラの翼使って、一旦拠点帰りましょう。で、これをするとね、はぐれちゃった仲間が旅の扉の前で待っててくれた気がするんだよね。マイラガライア編の時。なので、あ、でもついてきてる。オッケー。だったら、問題ないっすね。あ、そこにいたのかいって言ってる。へえ、なかなかいいところじゃないか。ここ温泉はあんのかい？まだないんですよ。そうかい、温泉はないのかい。チェ、長旅の汗を流したかったんだけどね。例えば温泉のブロックないね。ジャンゴ、いよいよなんだね。いよいよあんたが竜王をぶっ倒す時なんだろう。竜王と戦うのかな。そこはね、ちょっとまだわからないんだよね。まあでも仲間たちは倒して欲しがってる。私はあんたがマイラにいた時からこの時が来るって思っていたのさ。だからね、ジャンゴ、私たちが住むマイラに古くから伝わる王者の剣の作り方をガロンやギーラに調べさせておいたんだ。王者の剣。時が来たらしっかりあんたに教える。まずは少しだけ旅の疲れを癒させておくれと。おっと、そうそう、あんたにお土産を持ってきたんだった。お、温泉のブロックとかくれんのかな。私たちの発明の成果さ、取っておきな。あ、魔法の大砲か。オッケー、大砲2個になったね。あ、激突マシンだ。超激突マシン、ウテナカみたいなやつ。オッケー、これはちょっといいね。そして、あ、ロロンドさんに話しかけちゃった。ジャンゴよ、本当のことを言うとな、お告げを聞いたのは我が輩ではなく、ピリンなのだ。なんだ、じゃあピリンちゃん来ればいいのに。しかしピリンは我が輩が置いてきた。はっきり言ってついてこれそうもなかったのでな。まあ、ちょっとなんか、天津飯チャオズパロディみたいなことを言ってますが、そうそう、ピリンがお主にと桃がピリンとなるものを作って渡してくれたのだが、旅の途中で猛烈な刺激臭がしてな、結局は我が輩の腹の中に収めてしまったぞ。それは構わん。許せよ、ジャンゴ。わっはっはっは。ちょっとチェックついてるから話しましょう、オーレンさん。おう、ジャンゴ殿、三賢者の一人を連れてきてくれたのですね。ふむ、あれがマイラに住むアメルダという方ですか。賢者というには何というか、その筋肉が豊かで、なかなか荒っぽそうな女性ですね。へへ。え、あれで発明家なのですか？あなたとコンビで様々な兵器を開発したと。
うむ、人は見かけによらぬものですね。頭の中まで筋肉でできていそうな女性なのに。角があるからね。見かけによらぬといえばジャンゴ殿。魔物たちの王である竜王というのは一体どのような魔物なのでしょうか。まあ、杖持ってるやつですね。一旦ね、影が攻めてきたけどね。なぜ竜王は人間から物を作る力を奪ったのでしょう。確かに物を作る力を失った人間たちは見る間に弱体化していきました。しかしなぜわざわざそんな回りくどいやり方を、どうせなら人主に滅ぼしてしまえばよかったものを。おっと、さすがに今のは言い過ぎましたね。しかし竜王はいくら魔物とて王の中の王とも呼ばれるほどの魔物です。見かけは魔物なのでしょうが、何か特別な考えがあったのかもしれませんね。そして鉄のインゴット5個もらう。あとは、姫様もチェックついてるので話しかけましょうか。ちょっと重なってて重なってて話しにくいけど。違う、ロロンドさんじゃない。まあ桃垣弁当の話ですね。ちょ、みんな重なってて話しかけにくいな。一回朝にしようか。ロロンドさんそこで寝る。みんなどこに寝る。はい。姫様そこ。エルさんそこなんだ。で、ああ、そこで寝るんだ。じゃあこっちで寝ましょうか。狭い。みんな集結しましたね。まあ、それぞれの部屋も作ってあげよっか。こうなったら。オッケー。じゃあ姫様にちょっと話しかけ、ああ、もう一回寝ちゃった。姫様のベッドで再度寝てしまいましたが、改めてね、ちょっとチェックついてるんで話しかけていきましょう。ちょっと待って、重なってて話しかけにくい。ちょっと待った。あー、もうロロンドさんが邪魔なんだよ。ちょっと待ってくれ。オッケー。おー、ジャンゴ様、3人の賢者を全員お連れくださったのですね。三賢者はジャンゴ様の古いご友人とか、何か強い絆のようなものを感じます。精霊ルビスの求めに応じ、あの方々が持ってきてくださったのは、竜王を倒す鍵となる聖なる祠と虹の雫を作るのに必要なものとか、ジャンゴ様の責務である竜王討伐の準備もこれで一歩達成に近づきましたね。実はジャンゴ様、私は最近よく考えるのです。ルビスからはあなたのことを竜王を倒す存在ではないと聞いていますが、あなたのお力であれば竜王を倒すこともできるのではないかと。あー、まあ、結局これ倒す流れなんじゃないかな。あなたのお仲間の皆様もジャンゴ様が竜王を倒すと信じているようです。まあ、仲間と姫様は信じてくれてるけど、城の兵士たちはあんまり信じてないみたいな雰囲気がね、前回、からあったので、まあそうだね。ただ世界の半分があそこにあったから、そこも気になるよね。ただ、ムツヘタが言うように、人には定められた役割というものがあるのでしょう。おそらく全てはルビスの導きのままにということなのでしょうね。とにかく三賢者を、お集めいただきありがとうございました。今はただひたすらにラダトームの再建と竜王を倒す準備を進めてまいりましょう。命の木の実もらう。はい、そしたら、ね、なんかチェックが、あ、びっくりマークいっぱい出始めたね。びっくりマークいっぱい出始めましたが、ここで一旦区切って、またね、次回続きからやっていこうかな。はい、ということで、じゃあ一旦セーブしましょうか。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。